僕なエビチリって言うねん。エビチリ、あのな、里親さん待ってんねんで、ジオラマ食堂の2階で。僕の里親さんが中華料理屋さんやったらどうすんねやろ。エビチリ、エビチリ、エビチリ、へいお待ちってなるやん。知らんけど、せめてナポリタンとかカルボナーラとか、もうちょっとかっこいい名前に里親さんに付け替えてもらってもいいねんけどな。もう一個ちょっと聞いてくれる？悪ガキ悪ガキ、やんちゃ反省会って言われんねんけど、同じ松山から来た3人組の方が悪いで。僕らまだ生まれて3ヶ月やけど、エビチリエビチリって言われたら反応してしまうまでなってしもてん。みんなこんな僕でよかったらぜひぜひ連れに来てね。このままやったら一生エビチリやねん。ほんじゃね。